ここがそのミクロちゃんのクラス？すごい行列ができてるけど。ああ、焼きそば喫茶をやってるんだ。焼きそばでこれほど人が集まると驚きですね。よほど美味しいのでしょうか。いや、味は普通なんだが、まあすぐにわかるさ。やあ少年、一緒にいるのは少年のお友達かい？どうも鶴屋さん。ええ、ちょっとした知り合いでして。あなたが鶴屋さん？その衣装すごく素敵ね。そいつはありがとね。これうちのクラスのオリジナルなんだよ。結構苦労して作ったんだ。なるほど。行列の理由はこの素敵な衣装を着た2名麗しいウェイトレスの皆さんということですね。ま、そういうことだ。鶴屋さん、私は鈴宮春日で、彼が小泉いつきくん。制服を見ればわかると思うけど、私たちは紅葉園の生徒よ。はじめまして。鈴宮さんに小泉くんね。うん、よろしく。実は朝比奈さんのミスコン宣伝を二人にも手伝ってもらおうと思ってるんです。本当かい？協力してもらえるなら私も嬉しいよ。それで鶴屋さんにお願いがあるんだけど。うん、何かな？ミクルちゃんの写真とかもらえるかしら。宣伝用のチラシを作ろうと思って。なんだ、そんなことか。これでいいかな。どうだい、可愛く撮れてるだろう。いいわね、この写真。このあどけなさとセクシーさが同時に存在する絶妙なバランスがたまらないわ。だよね。私のお気に入りなんだけど、ミクロのために使ってくれるなら君たちに提供するよ。ありがとうございます。お礼を言うのはこっちの方さ。ミクロのために本当にありがとね。大船に乗ったつもりでいてちょうだい。私がミクロちゃんを絶対に優勝させてみせるから。お、頼もしいね。じゃあ宣伝活動は君たち3人のチームに一任することにするよ。ねえ、任せといて。キョン、小泉くん、行きましょう。よろしく頼むね。静かなところで作戦会議がしたいわね。それではこれから朝比奈ミクルちゃんのミスコン優勝のためにチラシを作成しよう、作戦会議を行います。まずはレイアウトを考えましょう。私は選挙ポスターみたいにしようと思ってるの。チラシの表は写真と名前だけにして、とにかく目立たせるわ。で、宣伝文は裏に書くの。文面はそうね、朝比奈ミクル、高校2年生、学校のアイドルを目指してます。趣味はお菓子作りと編み物。好きな言葉は世界平和。将来の夢は可愛いお嫁さん。それからは文面はこんなところね。あと何か書いておくことはない？一言分ぐらいならスペースが余ってるわよ。僕はすべて鈴宮さんにお任せします。キョンは？一緒の学校なんだからとっておき情報とか知らないの？とっておき情報になるかわからんが、3時から書道部の対処記号にアシスタントとして出るらしいぞ。それはぜひチラシに載せるべき情報ね。みんなに本物のミクルちゃんを見てもらえる絶好の機会だもの。なるほど。百聞は一見にしかずですか。本物を一目見れば彼女こそミスにふさわしいとみんな気づくわ。本日15時書道部の対処記号に登場でいいかしらね。ああ、ついでに場所は武道場っていうのも付け足しておいてくれ。そうなの？それじゃあ場所は武道場、絶対来なさいっと。はい、これで原稿は完成ね。じゃあ今から清書してくるから、あんたたちはここで待ってなさい。は？聖書ってなんだよ。どこ行ってんだ。
おい、ハルヒ。いねえ。鈴宮さん、張り切っていますね。あんなに楽しそうな彼女を見たのは初めてかもしれません。張り切りすぎるのも困りものだぞ。どこかで騒ぎでも起こしてなきゃいいが。ただいま。チラシを作ってきたわよ。見なさい、私の力作を。これはすごいですね。素人が作ったものとは思えませんね。さすが新聞部よね。元の手書き原稿を渡したらものの5分で仕上げてくれたわ。お客もいなくて暇そうにしてたから喜んでやってくれたわよ。だからついでに印刷も頼んだの。早速配りに行くわよ。人が多いところがいいわね。それなら露天街はいかがですか。いや、もうすぐ雨が降るからやめておこう。室内で配った方がいいと思うぞ。雨が降るの？本当に？なんで知ってんの？それはだな。俺は雨が降る前になると腰が痛くなるからだ。何それ、ジジくさい。でもそういうの意外と当たるのよね。ああ、信じろ。雨か。そうだわ、小泉くん、ちょっと来てくれる？どちらへ？来ればわかるわ。おい、俺はどうするんだ？あんたはチラシを持って玄関のあたりで待ってなさい。腰痛いんでしょ？ああ、そうだな。ああ、痛い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 。